セレノア殿、先ほどは町はいかがでしたか。ドラゴン、領民たちには活気があり、領主を信頼していた。ウォルホート家がどんな、恐れ入ります。フレデリカは我らの総帥の妹であり、私のいとこにもあたる。それがこのような良き家と結ばれた。大変共同採掘でのドラガン殿のご活躍は聞いています。これからも手を取り、さよう。もう過去の戦争に、鉄のエスフロスト、塩のハイサンド、そして交易の、互いに敬意を持って平等な関係を築いて行きたいものです。聞き捨てなりませんな、ドラガン殿。現在は敬意がなく。少なくとも平等ではない。貴国が課している遠税を見れば明らかだ。ずいぶんはっきりとおっしゃる。ハイサンドへの敬意を感じません。セレノア殿はどう思う。高額の遠税は古くからの問題です。使用は女神に従う信徒のみに与えられ、これはハイサンドが報じる塩の女神。ウォルホートの次期当主殿はエスフロストと結んで我らの教義。塩はハイサンドの縁故でしか取れません。塩の採掘は帰国が持つ正当な権利です。ならば結構ですが、日和見とも取れますな。確かにそれでは何も言っていないのと同じだ。しかしだからこそ、うん、ご了承。ウォルホートはグリンブルク王国の武家、武骨者ゆえ、ただ我らは争いは望まぬが、我が領地と領民が不義によって苦しむ。相手がどんなに強大であろうとも。よく知っています。ご招待いただいた席で失礼しました。しかし塩をめぐるエスフロストとハイサンドの摩擦は年を経るごとに大きくなっているのも事実。広告では自由に塩を買うことさえままならない。私はそんな苦しみから民を解放したいのです。私とて違法院を預かり、人の命に関わる者、一個人としては塩の、塩は生きる者全てに等しく。ライラ殿。とはいえハイサンドでは塩の女神の神託をいただく教皇のご意見が絶対なのです。今回の共同採掘を機に何かが変わるといいのです。そうだ、我らはこれから先のことを考えねば。ドラガン殿、ライラ殿、そしてセレノア、どうかノゼリアに新たな時代をもたらしてもらいたい。はい。